この後エッチするってお互い分かりながら飲むの気まずくない？全然気まずくない？ウキウキするじゃん。どこ行こうかなって。今日はお家にしようかな。いや、ホテルにしようかな。みたいな感じかね。男ってやっぱ結局頭の中ではそういうこと考えてるからね。絶対誰しも考えてねえやつって気持ち悪いわ。男に生まれてきて女とセックス二人で遊んでてセックスのこと考えねえって何考えてんだと、お前何どういう風にこれから生きてくのってなっちゃう。草食系男子とか俺大っ嫌い。ガツガツ行けよって。前から気になったんだけど、風俗でどうやって本番交渉してるの？何本番交渉って。男と女が一緒の場所にいて愛が深まってそのままエッチするんじゃねえかよ。なんだそれ。お前売春お前最低だな。お前警察に通報しました。俺いつも毎回ちゃんと恋愛してエッチしてんだよ。その期間がみんなより短いだけで。何それ。お前売春なの？犯罪者じゃん。俺ただ恋愛の回数が多いだけで。売春じゃんお前。許せねえよ俺そういう。俺恋愛してちゃんと愛を育んでからエッチするんだよ。セックスって例えば俺だとしたらお願いする。あ、ちょ、本当にちょっとマジでエッチさせて、もうこんなんなっちゃって無理だよ俺。本当にじゃだからうまく残り3分ぐらいまで頑張って行かずに粘って、じゃ俺さ、ちょっとマジで、ちょっと本当に3分で行けるからってやるかな、俺だったら。万が一するとしたら。断れないかな、私のテクニックがないばっかりに。やるかな俺だったら。お願いするかな、正面から。変なテクニック使うの一番良くないと思うんだけど、みんなどう？その、俺女性に聞きたい。その、例えば俺さ、最近もう、一切の駆け引きをしないって決めてんの。ご飯食べに行くじゃん。で、20時集合、ご飯食べて、まあ、1時間半ぐらいご飯食べて、どうしてもまだ一緒にいたいときは、ちょっと俺、すごく、まだ一緒にいたくて、ホテルに行きたいんだけど、って言うんだけどさ、ムードも、それなりのところで食わしてやって、つかぬことをお聞きしますが、まだ、俺ちょっとすげえ喋ってて面白いし、まだちょっと一緒にいたいんだけど、明日仕事ある。なんなら終電逃したらもちろんタクシー代出すし、家どこって、どの辺、なんとかなんですよ。え、もちろんタクシー代出すから、なんなら終電逃してタクシー代出してあげたいから、ちょっとホテルに3時間行きませんかって言うんだよね。エッチしようとかは言わないよ、ホテルに行こうっていう。家とかも使わない、ホテルに行きたいって。それが一番、なんか女性が、被害者ぶれるじゃん。私は誘われたんだ。なんか言い訳つけてさ、いやちょっとさ、ちょっとだけ休憩していこうとかじゃなくて、ホテルに行こうみたいなのが一番、これみんな使ってみて。あ、そうだ、ちょっとさ、会話も盛り上がってきたから、ホテルに行こうかが一番いいと思う。これ。どうみんな、女性に聞きたいの、思い出したかのように、そうだ、一番女の子が、だってさ、二人で飯食ってる時点でセックスできるんだよ多分、よっぽどのことがない限り。勝率教えてください。4割5分ぐらい。そのうちの、そう、失敗の5割5分のうちの3割は勇気が出なくて言えなかった時だけ。うわ、こいつちょっと大事に生きて、こいつちょっと大事に生きてって送っちゃう時が3割。真顔で断られるのが2割、勝ちが5割。何それって言いながらこうやって連れてかれるみたいなのが5割。
お前5割っつったら全盛期のバリーボンズよ。バリーボンズが出塁する確率ぐらいよ。そうバット触れない時もあるんだよね。真顔で断られたらどうしてんの。そっかみたいな感じで引く。そうだよね、まあみたいなことを言ったりね、ごまかす。さすがに34歳でその恋愛テクニックも知らずに完全に体目的でバレたなっていう時は罰が悪いから。だってさ、なんで女ってさ育みたがるの、愛を。お前木とか育てとけよそんなので。盆栽とかしててもらっていいですか。俺セックスしたいんですよ。なんでみんなそうやって愛を育みたがるの。そういうのって70とか80でやりゃよくない。桜の木とか育てとけよ、ずっと長期的に。俺マジで理解できないんだけど、めっちゃ好きになるかもしれないじゃん。めちゃくちゃなあ、じっくりじっくりことこと煮込んでみたいなのってお互いよくねえよ。お互いそれ否定するなら風俗ね。いやだったら俺のご飯の誘いに乗ってくんじゃねえって思っちゃう。俺だって必ず飯行かないって言わないのね。絶対にもう 100% 俺が徹底してることがあって、デートしないっていうの。もうデートってそういうことじゃん。デートってあなたに好意を持ってますっていう俺なりの意思表示だから、ご飯食べに行かないってどっちつかずなんだよ結局。その男性側の保険だから。デートしようっつっていいよって言われてご飯食べに行って、っていうのを理解できない。そうだよね、デートしようっつって。もうデートってそういうことだからさ、あなたのこと。そう、俺別に誰でもいいってわけじゃないよ。好意を持ってるんだよ、好意。出会い系で30人ぐらいっつってご飯の後どうしてるか教えてくれ。だからこれだ。いやもうでもストレートに言うのがもう絶対一番いい。参った、お前の勝ちだ、お前の勝ちだ、俺はお前とエッチしたいって言ってみる。いや参ったよ、お前はもう参った、もうお前とエッチしたいわ今日はって言ってみ。笑うから女そう多分もう参ったよ。こんな俺正直になれることがなかった人生で。参った、負けを認めた、よしじゃあホテル行こうって。上からじゃなくて下から攻めてみろ一回。お前の勝ちだよ。俺をその気、お前こうここまで俺を素直にさせたのはお前が初めてだ。分かった、ホテルに行こう。手を変え品を変え誘うから俺だったら。その方がいいじゃん、可愛げがあるよまだ。本当にしたくなかったら絶対断るだろうし。仲良い女友達としたいときはどうしても、仲良い女友達いないし、仲良い女友達だったらエッチしたくならないよ俺。誰だろうな、例えばマイシャンとか飯食いに行ったことあるけど、1ミリもそういう性的欲求を覚えなかったよ。まあ強いて言うのはあれが友達だな、女友達。チャンコロピーは可愛いね多分2人でもし飯食いに行ったらめちゃめちゃ口説くと思うけど、可愛いから普通に。素直だろ俺。普通ここは別にチャンコロ B はそういうんじゃねえよっていうのが正解なんだろうけど、俺は素直に行きたいから。チャンコロ B とはすごく仲良くなりたいけど、やっぱちょっといろいろ問題もあるだろうし、僕もうお眼鏡に変わらないから。その芸能人すぎてて劣等感感じちゃうから。まあでも素直に誘うのが一番だと思うわ。もう回りくどいのが一番女性から嫌われると思うよ本当に。なんだこの回りくでんだよって。なんかカラッとしてない、エッチしようエッチしようかって。なんか東京ラブストーリーでも言ってたんだぞ、お前テレビで言ってたんだぞ。勘違い、勘違いじゃねえよ、鈴木保奈美が言ってたんだよ、勘違いセックスしようって。あの時すげえ良くなかった、うわこういう誘われ方いいなって。周りくどいのって結局バレるからね。じゃあ私たちなんで連絡取り合ってんのってならない。
女の子から誘われたことなんか人生で一回もない。俺そんなことされたら俺多分死ぬと思うわ。首くくって女から誘われたとかを自慢する男ってもう自分のしょぼさの表れだからな。女から誘われる前に俺から誘うのだ、絶対絶対にそんなことありえない。そんな土俵の上で負けたくないわ俺。だから女から告白もされないし絶対俺から言う。セックスのスタートの合図は俺じゃなきゃ納得できない。嫌だ、そんな楽しくないセックスしたくない。いるだろたまに、俺すげえ女に誘われちゃってさみたいな。俺人生で一回も女から誘われたことないからね。全部飯食ってる時からいつエッチすんだ俺らよみたいな。もう肉普段むしゃむしゃ食ってる肉なんかほとんど味しねえからな。だから俺女と飯食いに行きたくねえって言うじゃん。味しねえからエッチのことばっか考えてて、あどうすべえっつって、これでよ嫌われたらどうすべえって。愛液の味がする本当に。カウパーの味をしながら食ってるからね。嫌なんだよ、俺好きじゃないよその女から誘われるみたいな。絶対エッチは俺から誘うんだよね。なんかそのダメだよって言われた時もまだネタになるじゃん。だってさ、いやらしくない？俺が例えば視聴者の女の子に言い寄られて関係を持ったとするじゃん。で俺からそいつをなんかバチンってやるとなんかちょっと感じ悪くない？振られたい方、振られた方がまだ配信者としても好感度高いでしょ。恋愛構図じゃない、別に俺の恋愛観。俺だからそのメンヘラの女みたいなのに当たったこと一回もないし、なんかそういうまず近寄っちゃいけない人がいるの。コスプレイヤーダメだろ俺。まあ生主ももちろんそのカテゴリーに入るんだけど、人前でアニメの格好して胸出してる女って俺やばいと思うのね。ちょっと気違いだと思うの。正常な脳みそはしてないよね多分ね。どう思うみんなは。俺処女とエッチしたこと人生で一回もない、一回もない。いやみやこさんはだってもう別じゃん。そりゃあの人別にそのコスプレで食ってるわけじゃないじゃん。あのタレントだから、仕事でコスプレやってますっていう人はいいんだよ、金儲けで。たまにさ、俺みたいなやつじゃん、ガチ楽しくてやってますみたいなやつはもう本当の気違いだから、もう絶対に関わることはありません。僕は危ないと思うコスプレイヤー。ね、俺やばいと思う。しかも別に可愛い女だったら別にコスプレしてようが何やってようがいいん、そんな何も許されんじゃん結局。露出狂だよね。趣味コスプレしてもお前みたいな実況者と関わりたくないと思ってる。ありがとうございます。お互いじゃあ、平行線のまま。もうだから同じ理由で生主もやだ。顔出しして配信してるやつにまともなやつって絶対一人もいないから。特に女の子リスクでしかないじゃん。金も稼げねえだろうし、まあ稼いでるのか最近は。で男に比べたら全然やっぱ人気も出ないじゃん。顔隠して VTuber やるぐらいでしょ。しかもそれも一過性で1年だったらもう消えてくんだよ。でネットになんかその、いや本田翼とかもだってタレントじゃん。あんな別に配信者じゃないじゃん。俺 YouTuber も嫌だし、 Mac の店員とかがいい、できれば。その生主の女とかを囲ってる男の人は理解してあげれねえんだよな。男に見てた方がいい、絶対良くねえかって。だって恋愛もできねえし、多分そいつら、例えば右京地の視聴者ってさ、右京地と絶対恋愛できないじゃん逆だったらあるけどね。男の視聴者に女がついて、女の、男の配信者に女の視聴者ついて、
アピールして叶うっていうのはあるだろうけど、女の配信者って多分男の配信者かとか YouTuber 狙ってるから、結局芸能人とかじゃできるって言ってもブスばっかじゃん絶対。金渡したりさ、右京地視聴者と付き合ったんだ。でも右京地だよ右京地だよ。加藤純一がガチで狙ってる女最近本当にいないんだよな。その連絡取ってる女の子とかも全然いないよ。一番最近 LINE したのが打足京ちゃん、キャバクラ嬢、お姉ちゃん、みどりさん、お母さん、徳もさん、まっちゃん、ジャルさんだわやばくない？女二人いて、二人とも親族だよ。三人か。俺の配信を知ってるキャバクラ嬢が、ちょこっと動画見ちった。トルネコ見ちった。ごめちって来てたわ。ごめちって来てた。しゃあね、金使ってやるか。ちょっと可愛いから金使ってやるか。ごめちって来てたけど。ごめち、ちっちゃい2、ハート。すげえブスなんだよ。俺しかいねえんだよ、こいつ。だから。すげえブスで、父でかい女がいるんだけど、そいつに行って、その、客俺しかいねえから、大事にしてくれるんだよ、俺を。おめえはよ、本当に人気ねえやって言いながら酒ずっと飲ましちゃって、っていう遊びに最近ハマってます。僕は1万、2万使って。そういうとこあるんだよな。町会議でもさ、待ち時間1、2時間あって、みやこさんのブース見に行こうと思って、待機してたら、俺の目の前で、なんかそのコスプレブースみたいなのがあって、そこで別に俺棒待ってたら、何を勘違いしてたか、俺が、そのコスプレを待ってる客だと勘違いしたのが、黒人みたいなビスケ、あのビスケの本体みたいな女がこうやって来て、なんか俺の前でこうやってポーズ取り始めて、いいっすねって言いながら、興味ないのに写真撮ってるふりするって。周りはすげえ可愛い女にさ、あの一眼レフみたいなの撮ってるのにさ、俺だけビスケにずっとこうやって iPhone 当てて、可愛いっすねって言いながら、それって結構気使っちゃうタイプなのね、俺、意外と。意外とそういうとこあるんだよ。全然興味ねえのに。その気にさせるみたいな。なんかツイッターでファンに攻撃的なコスプレイヤーとか俺死ねって思うの。お前なんか自分がそうやってオナペットになって金稼いで、稼いでもらってんのに、それはちげえだろって。グラビアアイドルのやつが、その料理の写真とかあげて、ね、もっと水着の写真ちょうだいよって言われたら切れるとか、いやいや、お前が求められてんのって、水着だろって。あ、そう、俺だからなんとか猫みちゃんも前すごい見た目好きだったんだけど、なんかそれで、え、なんでこいつってこんなこと言うのって。いる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 。なんかその男から性的な目で見られるって、俺女性にとってそんなマイナスじゃないと思うの。あなた魅力的ですねって。それで勘違いした方がいいと思うんだよね。なんか多分、最近のさ、この、女性の勘違いしてるところがあって、男からそういう目で見られるっていうのは、魅力が高いってことだから、それ、父いきなり触られたりするのは犯罪だけど、あなた可愛いですね、あなたとエッチしたいですって、ものすごいことだからね。鳥とかがさ、求愛行動を取ってるようなもんな、もんじゃん。あれ見てさ、キモって思わないだろ。軽い女って思われたくないらしい。バカなんじゃねえのお前。じゃあなんかずっと家の中で引きこもっとけよ。軽いとか思える話じゃねえんだよ。でも一発やったら捨てるじゃん。そんな一回セックスしたぐらいで飽きられるような女だったらお前さ、女の精進が足らねえだろ。そんな何回も何回もやりて、何回も何回もやりて女なんて腐るほどいるんだぞ。一回やって捨てられる女って女が悪いんだぞ。だ多分さ、そこにも至るまでの過程ってさ、男が全部さ、責任持ってるわけなんだけどさ、軽いとか重いじゃねえよ。毎回毎回セックスなんか、一個一個のセックスめちゃめちゃ重いぞ、ちゃんと。なんかすごいね。え、だったらそういうのやんなきゃいいのにと思っちゃう。グラビアとか。そういう目で見られる職業じゃん。私で抜いてくださいねっていう職業なのに、いざ抜かれたら吉祥って言われるのって、分かってるやついいんだよね、本当に。
で、AV 女優とかは、もうすげえその辺がちゃんとしてる。毎回なんかこういう人なんか上げてくんじゃん。あれって、尊敬に値する。だ本人たちは絶対に、俺聞いたことねえよ。本人たちは絶対、したくてしてるやついねえと思うんだよ、俺。需要が分かってるから供給する。それでお金をもらうってさ。俺はグラビアアイドル、まあ、グラビアアイドルも結構ちゃんとしてるから、コスプレイヤーに勘違いしてるやつ多いと思うんだよね。私たちは別に水着とかには慣れたくないんで、みたいな。バカなんじゃねえの、お前父掘り出せやって思っちゃうんだから。って思っちゃう。ね、ブスのコスプレマジでやめてほしいよね。言えねえじゃん。お前ブスだからコスプレすんじゃねえよって。あれでも誰かが気づかしてあげるべきだと思うんだよね、優しさ。俺フェミニストだからさ、意外と。女をさ、結構誹謗中傷してるように見えるけど、これってほんと究極のフェミ女性愛で。俺男性の方が圧倒的に優位な立場にいるし、所得も多いし、何やっても全ての面で優れてると思ってるから、絶対に女性には苦労かけないでやろうっていう意思表示のもとの女の子の悪口だからな。だから俺絶対付き合った女に金も絶対出させないし、行きたいところに連れてってやるし、なんかそう浮気はするよ、浮気はして怒っちゃうけど、もう苦労はかけないって決めてんの、絶対に。専業主婦してもらうし、もう、もし金に困ったら俺バイトでも何でもするし、何でかって言うと男の方が優れてるから。っていう、優しさゆえの女の子への悪口だからな。こんな勘違いしないでほしい。勘違いしないでほしい。兄貴の彼女がブスなコスプレだから純の細身してもいいか。お前の兄貴の彼女ブスなコスプレイヤーなの。やばいなお前、お前の一族。止めてやれ。兄貴にの危機だぞそれ。なあ。俺だからメンヘラみたいな女の子好きじゃない。なサバサバしてる女がすっげえ好き。サバサバしてる子。お互い連絡取らなくても別に成り立っちゃう人。あと明るい人。もうとにかく明るい。親が死んでも笑顔みたいな。まあね。親は死ぬからねぐらいの突き抜けた明るさ。たまにさ、葬式の二次会とかで明るい女いるじゃん。まあさ、個人もさ、こんなにさ、くよくよしてたら、元気に天国行けないから、みんなでさ、こういう時はさ、明るくしようよみたいな女がいいね。お母さん死んじゃったよみたいな人は嫌だ。かな。お母さん、お母さんみたいな人は、ちょっと本当に無理。とにかく明るいやつがいいね。葬儀の最中は泣いたりさ、火葬の最中は泣いたりするけど、泣きながらやっぱ笑ってるような女がいいね。で家帰ってきてさ、遺族のモノマネ、そう、遺族のモノマネもできるようになりました。2パターンね。で顔ブスでいいから、もう突き抜けた明るさを持ってる人がいいね。俺が、仕事とかでクヨクヨしてちょっと家に持ち込んじゃった時も、もう察して、あ、なんか今日嫌なことあったんだな。でも勤めて明るくするやつ。ゴロちゃんはなんかカエルみたいな顔してた、ずっと。なんか俺が配信してる横でずーっとカエルみたいな顔してスプラトゥーンやってるの見て、なんか爬虫類みたいな顔してんなって。もう本当に俺本人にも言ってたけど、私のどこが好きなのってやるときに、お前さ、スプラトゥーンやってるときにさ、爬虫類みたいな顔すんじゃん。俺それキサアナウンサーの亀のモノマネで首がこうやって顔が動いてたの。もうそれが可愛くてしょうがなくて、小動物みたいで。もうそういうのに弱いんだよね。お前なんでそうやって顔がよ、ポテトヘッドみてえに動くんだよって。鳩みてえに動くなって。すげえ褒めてた記憶あるわ。おーって笑った、そしたら。
そういう子がいいな、できれば。俺ゲームばっかりしてる女の子がいいわ。なんだけど俺が配信してる時にずっとゲームやらしとけばいいから。そしたらなんか喜んでるよ。なんか俺女の子の欠点言うの好きなの。ちょっと仲良くなってきたら欠点を言いたくなっちゃうのね。お前さ鼻ブツブツだなみたいな、そういう冗談言い合える仲がいい。本当に嫌だ、なんかその気使ってお前鼻ブツブツじゃんとかさ悪口言い合えるような仲がいいかな。本当にだから彼女できないんだろうね。そう、欠点って可愛いじゃん。欠点って可愛くない？てかもう好きになっちまえば別にもうどうでもいいの、はっきり言っても見た目なんて意地悪したくなんじゃん。ちょっと彼女も全然言い返してもいいよ、全然。俺でもそれにはあんま乗らないけど、あ、そっかみたいな感じで、俺今ハンターハンター読むから静かにしててみたいな感じで、俺が一方的に、おめえだから鼻のブツブツ治んねんだ、てめえ夜更かしやがった女のくせにバーカ、お前勝ちぐらいしろやとか言って、でだけどバーって言い返してからずっとハンターハンター読むみたいな、そういう意地悪しちゃうんだよね俺。てめえ女のくせにお前2時以降起きてんじゃねえ、2時以降起きてたらてめえ勝ちしろバーカ、だからてめえ鼻のブツブツ治んねんだよぐらいは言わしてほしいかな。愛のある悪口だから俺。仲いい時めっちゃ仲いいよ。仲いい時は。花ちゃん人見知り一切1ミリもしないね。俺の家に来るデリヘルジオ全員に懐くわ。でも全員、うちの犬懐かねえんだけどなーって言いながら、全員に、みたいな感じで、ベロベロ、全員に懐く。誰でもいいんだよなお前で、俺がいつも言う演技する、いやうちの犬がやな作ってお前すごいわって言いながら、しめしめって思いながら、誰でもいいんだよね。